島さんが情報を届けてくれました。長さんは第2節の柏戦先制ゴール、おっといいところでボールを奪って、そしてまたゴールを決めてきました。堂安律18歳、 J1 初得点から今日2点目を挙げました。いやー、素早い抜け出しから、そして落ち着いたゴール、左足。ガンバは怪我人も多く苦しいところに若いフレッシュな救世主の登場です。まあ、前線狙ってましたよね。いやー、そうですか。今日はスタメン起用に応える2ゴールです。少し